というわけで、日本ネット BS ユーザーグループの海老原と申します。今日はこの後14時45分までネット BSD とかネット BSD っぽい話をしようと思います。15時からもふかさんですね。下津さん、もふかさん、香川。香川大学もしばらく会ってません。はい。で、資料の方なんですけれども、このネット BSD のご紹介っていうところを続くと、このページに行って、ここの下のところにある観光ガイドの PDF のファイルと、広島のトギャッターのまとめがありますので、そちらの方を開いておいていただけると助かります。はい。で、資料を開いてみました。で、今回ですね、そのルナの 68K の、ディスプレイの出す速度が上がったみたいなのを表紙にしてみました。あ、そうですか。あ、まあ、いや、とりあえず、これ僕今、ネット BSD のマシンなんですけども、いつも使ってるやつで、ネット BSD の9.99.92です。で、ダイナブックの R63 っていうやつです。で、その上で、NONO っていうエミュレーターを動かしてます。で、その上で、ルナっていうオムロのワークステーションのエミュレーターを動かしていて、その上でまたネット BSD を動かしてます。で、今起動した状態で、まあ、MPU の状態とか、あと、全面 LCD とかが出ていて、あ、ルナっていう、オムロンが作ってるワークステーションの環境がそのままダイナブックの上で動いているという感じでして、これで今起動中です。もうちょいかかると思います。で、今日は、OpenBSD の Luna の 88K の実装されている青山さんがいらっしゃってるんですけれども、青山さんが作って見える Omron の Luna 88K っていうワークステーションのエミュレーターを起動すると、フグちゃんが出てきて、Luna の 88K が起動します。Luna の 88K の上で動く OpenBSD の最新版ですね。で、リリース準備をしている。7.2っていうやつの最新版のスナップショットのイメージを更新したのを入れています。で、ダイナブックの上で、ルナの 68K に、ワークステーション、ルナの 68K とルナの 88K を同時に上げるっていうことをしています。で、こっちの方も前面の LCD があって、88K、ルナの 88K っていうのが出ていて、こっちは OpenBSD が上がってて、こっちは NetBSD が上がってるみたいな感じです。で、これを毎回毎回更新し続けるっていうことをやっております。あ、起動したら起動したで、これの説明とかまたしましょう。はい。で、ネットベースで最新版9.3っていうのが8月4日に出ました。10っていうのが、を出そうと努力してるんですけども、いろいろと問題があり、とりあえず9.3っていうのが出ていて、これは最新版です。で、USB のインストールイメージとか、SD カードのインストールイメージとか、あと ARM のいろんなもののインストールイメージとかがあります。で、DRM とか、細かいバグですね。9点何とかっていうのは、細かいバグの修正したイメージのものがいろいろと出ています。で、パッケージソース、NetBSD の、今これは、よいしょ。Firefox を動かしてるんですけど、Firefox の104.0.2っていうのを使ってます。で、こいつもみんなコンパイルするわけですけれども、これも、4回、年4回だから3ヶ月に1遍バージョンアップをして、で、
この間、9月の10日にフリーズしていて、で、この間、開けて202にクォーター3っていうバージョンのパッケージソースがフリーズされています。もうすぐリリースのアナウンスとかが出ると思いますけれども。で、僕がやってるのはラズベリーパイの9月24日っていう時点での最新版のイメージを作ってます。2ギガぐらいのイメージがあって、こいつを、CDN ネット BSD オルグのパブのネット BSD のミスクの10のラズベリーパイの日付のっていう、なんとかドットイメージと GZ っていうのを作ってます。で、こいつを、マイクロ SD カードとかにコピーして起動するとネット BSD が起動するっていうイメージを毎回作ってます。で、これを OSC ごとに配るっていうのをやってます。今回はあんまり差分がありませんが、パッケージソース部分についてのイメージ、更新がいくつかあります。で、メインの NetBSD 本体の部分はバインドがあったぐらいですかね。で、とりあえず、ラズベリーパイで、Twitter のクライアント、ありがとうございます。聞いてるぜっていうのもあります。はい、あります。これがミクタっていう、Ruby で作ってある Twitter のクライアントなんですけども、Twitter のクライアントが動くようなイメージをラズベリーパイで配って、いるみたいなことをしています。ストフィックスが上がって。チャチケ、まだ。はい。毎回これを上げていって、まあ、Ruby のバージョンとかが上がると、えらいことに、なんか全部作り直したんですが、僕のお家でラズベリーパイが数台ずっとこれの専用のために動いていて、で、ラズパイ 3B プラスかな、3B プラスを、イヤムの V6 用のやつで動かしてます。で、マイクロ SD が最近32ギガぐらいのマイクロ SD と、あと外付けの SSD の適当なやつをつないで、で、それでビルドをずっと回しています。16ギガだとさすがに足りませんかね。で、毎回起動すると、ラズパイ1っていうのと0っていうのと 0W っていうの、2っていうのと2の CPU が違うやつと3と 3A プラスと 3B プラスっていうので起動してます。時々起動するのめんどくさくなってサボってたりとかしますが、まあ、そのまま動いてます。で、64ビットのラズパイ4についても作ってます。これはちょっとブートの仕掛けが違って、UEFI というか、ちょっとブートの仕掛けが違っていたりするので、だと64ビットの方のイメージを別に作っています。で、NetBSD 9.99.100っていうのになっていて、一番最後のバージョンが99から100になって、いろいろとちょっと細かい問題がいろいろ出てますが、ラズパイについてはそのまま動いています。あと、OpenSSH が9とかになっています。で、RSA がサポートされてないので、いきなりつながらなくなったりするっていうのも、古いところだとつながらなくなったりするとか、あとファームウェアの周りとかのところがちょっとありますが、これはまあ同じように、NetBSD 本体側の方はバインドのバージョンが上がったりとか、あとは、本体じゃないパッケージソースのバージョンの方は、カールとかですかね。Ruby の基本的なところが上がってます。OAuth とかですね。OAuth 結構めんどいところがあるんですけど、まあ、このあたりが、もう割と今月は静かな感じだったですかね。で、インストールする、配ってるっていうか、チェック、こっちでチェックしてるパッケージは、Bash と TC シェルと、クエルゴシックと IceWM と XLI と Mikuta と UIM と Cosil と Sudo と Git と Zshell と MLTerm とパッケージチェックとリンクとパッケージソースとルートサートと Dealer と Emedit と LRZSZ を毎回作って入れてます。なので、ビルドは通るぐらいの感じでやってます。で、Pinebook っていう
のがですね、ラズパイとほとんど同じようなものをノート PC の形にしたものがあって、こいつは今僕が使ってる環境とほぼ同じものを毎回毎回ビルドしています。で、普段使いの PC だと、まあ、Firefox、バインドと Firefox とか Go が上がったりとか、LibreOffice が 7.4.1.2、LibreOffice ミーティングがヨーロッパなのであったっていうのをちょっと聞きましたけど、あと ML Term とか MPV とか Python とか Rust とかですね、サンバとか上がってたりします。で、ARM の方で問題になっているのが、特に Pinebook みたいにモジュールをロードするものについては、NetBSD のバージョンが 9.99.99 から100になったらモジュールがロードできなくなって、Pinebook が上がんねえぜっていう問題が若干あって、これはもうすぐ治るんじゃないかなと思っています。で、ARM の方はブートするイメージ、ブートローダーをいろいろ仕事に書き換えない、書いたりしないといけないっていう問題があるんですけども、 NIC 前は、ブートするイメージは NICDN の NetBSD.org のパブのすら ARM のところに全部あります。で、ここに、イメージの方が集まってるので、そこから持ってきてコピーすると起動するものができるっていう感じになってると思います。あと、Pinebook について細かい問題がいくつかあって、これ今調べ中なものが使われます。で、Pinebook の白いやつだとオーディオインターフェースが見えないっていうのがあって、これはオーディオインターフェースを読むところでちょっとバグが読み取るパラメータのところを飛ばしているので、今チェック中です。で、Pinebook Pro については、X を動かすとカーソルが左側に飛んじゃうっていうのがあったんですけども、これ一番最新の Pinebook だと起きないっていう報告がちょっとあって、Pinebook の個体差なのか、ファームのバージョンなのかっていうのを調べなきゃいけないかなっていうのがあります。これ、プログラムレポートを書けって言われたので、PR に上げてあります。ちょっとしばらく治ってないんで、調べ中です。というのがあります。あとのところは、ざっくり。あ、そうだ。FFmpeg と FFmpeg に関連するソフトの依存関係がちょっと変わっていて、FFmpeg については最初から作り直し、XDL だったかな。XDL 周りが、XDL レベルが XDL に依存するようになったので、依存関係が変わってるんで、FFmpeg とか mpeg 関係のソフトウェアについてはコンパイルし直す必要が先週ぐらいあったと思います。まあ、あんまり大した問題じゃないです。で、次は、Mac ですね。Apple M1 です。Apple M1 については、早いラズパイみたいにして使ってます。で、これは、アサヒ Linux。アサヒ Linux、すごかったです。アサヒ Linux の開発してる人が、このバグを直すよ様子を YouTube で中継してて、10時間ぐらいやってるっていうのをちょっと聞いたんですけど、すげえなと思って。アサヒ Linux のブートするイメージから、そのままNetBSD でもブートするように、UEFI でブートするっていうのをやってます。で、僕は、SSD、外付けの SSD で 512GB の SSD をつけて、その上でパッケージソースのコンパイル、NetBSD を浮かせてパッケージソースのコンパイルとかをしています。まあ、だいたい動くんだけど、グニキャッシュが動かない。グニキャッシュとシーモンキーが動かないっていうのがちょっと困ってるかな。あと、ノノですね。エミュレーターのノノは、8月27日のバージョンで 0.4.3 っていうものです。そろそろいい。はい。表紙のところであったやつですが、これ菅原さんが作ったやつベースで最近入ってるんですが、コンソールの動く、スクロールの速度がすごい上がって、まんまんとなって。そう。すら、ユーザー、リン、タイム、マン、キク、マン。はい。
やると。ねねねねね。3秒25みたいな。あってですね、このコマンド実行したの。大学時代に、その仲間内、同じ研究室の人が FM7 で、超高速、なんかエミュレーターっていうのを作ってて、それのベンチマークをやって以来、みたいな感じで、3秒ぐらいですかね。これ、一番早いやつを10回測って、一番早いやつと一番遅いやつを取れっていうのと、取って平均を出すっていうのと、一番早いやつを取れっていうのがあるんですね。この場合は一番早いやつを取ればいいんじゃないでしょうか。こういう感じで。超早いんですね。で、前の方のページを、先月のバージョンだと、これが 5.38 秒かかってたのが、2.41 秒ぐらいに。今やってみると。3秒ぐらいですね。だから大体3倍ぐらいになってるみたいなのがあります。88K でもやってみましょうか。できるよね。できる。開発者の前でこうやるみたいな。なんか満引く、じゃあ、ユーザーインタイム。タイムあります。ユーザービンタイム、マイン引く、マン。お。あ、しまったもん。マンにハイフンがない。すごい、あ、あったな。ないんだ。いいとこです。ないんだ。なんでないんだ。すごいな。まんまんすべての生活の基本ですね。まんまんってやると何でも。BSD 系の場合、本当はない。なんでだろう。勉強になりました。初めて知りました。ないんだ。はい。スラデブヌルとか。でも、これはいけませんよね。あ、ページャーをキャットにすればいいんだ。でも 2.83 リアル。全部。キャット。ページャー、あ、違う。セット演武とかあるのか。ページャーイコールキャット。あ、ダメだ。なんかダメです。はい。やっぱ思いつき、研究しないもん。なんでですかね ?4.4BSD、4.2BSD だとこれ、ハイフンあったような気が。昔これでやったような気がするんです。何年前だ ?1987 年だから、もうわけわかんないですね。もう卒論改定以来起動したみたいな勢いです。とにかくこれは超早くなって、菅原さんありがとうございますみたいなのがありました。かなり感動しますね。あとカランだったんですよね、これ。あ、カランだったのはカランだった。X を回るんですよね。はい。という感じで。M は、あ、そっか。今まで行ったんですね。はい。なのですが、ビルドは、NetBSD の場合は、ユーザーパッケージソースの、エミュレーターズ、っていうところに行って、メイク、パッケージ、インストールってやると、できるはずです。他のやり方はよくわからないんですけども。
インクルード、ZLib と WXGTK とリードラインが入っていれば、コンパイルできるんじゃないかと思います。水さんが Ubuntu でやってたような気がします。あ、そうだ。あと、ペケロッパもありますね。ペケロッパも起動してみましょう。しまった。ブート。ない。なんだ。違った。ここじゃない。これはなので、X68030 の起動したところです。ペケロッパも 9.99.100 で起動しますので、これちょっと時間かかるんで、しばらく押しておきましょう。素晴らしいです。3つを動かすとどのぐらいになってるんでしょうか。トップ1。まあ、大したことないっちゃ大したことないけど。まあ、スカスカといえばスカスカというか。こんな感じですね。あ、そっか。CPU が4個あって、全部でののが動いてるみたいな感じ。いい感じです、はい。CPU4 つ以上でやると4つデモができるってことです。あんまり調子こいてやってるとなんか、あれですか。はい。とりあえずスクロールが速くなったっていうのも感動したので、皆さんと分かち合いたい感じですね。はい。そんで、メイク、コマンドラインオプション。この辺も今回は変わってない。GUI 版と GUI 版じゃないかみたいなところはありますが。で、VM タイプ。あ、そっか。ニュース、ソニーニュースも。あ、ソニーニュースをなんか新しくなかった、してなかったです。ユーザーローカル GitHub NetBSD。しまった。これだけ新しくしてなく、これだけ 9.99.99 で先月のままですね。で、ソニーニュースですら、フロッピーが読めなくなる恐怖と戦いつつ、VT100、シール、シスインスト。シスインストってやるとシスインストが動くこの素晴らしい IF コンボ。何やるといいかの DM? まあいいよ、ステージ。ソニー。ソニーニュースが動いているっていうだけでありがたい話です。まあチャチャが動いているとか、いろいろありますね。まあ、これは開発中のものなので、開発中だという感じです。ペケロッパのちっちゃいやつが出ますね。ペケロッパの新しい、なんか、活かしたやつがもうすぐ出るらしいですが、あれはどういう仕掛けになってる、なってるんでしょうかね。なんか、ゲームショーとかに出ていて見に行きたかったんですけど、ね。ソフト。何が載ってるといいんですかね。どういうことができるかっていうのが、ちょっと気になってます。で、今、自分のマシンで、ルナが何種類かと、ソニーニュースが動いてて、みたいな話があって、結構、素晴らしい環境になりましたね。で、これってなんか、コロナ前からコロナ後で全部、コロナ後になって、実際の展示ができなくなったら全部エミュレーターでできるようになって、すげえな、コロナ禍みたいな感じで。全然関係ないと思うんですけど。
そういうところがありますね。ほとんど OS をとりあえず起動して、ビルドして起動するかみたいなところのレベルだと、もう全部、これである程度試せるようになってしまいましたね。あとは、そのパッケージソースをどうやって何を作るかっていうと、どうやって作るかっていうと、あと実機みたいなのが、今度、なんか、いけてる、なんか、ペケロッパの実ハードウェアができたときに、それで動くようなイメージっていうのを、どういうふうに作っていくか、みたいな話とか、ありましたね。あと、最近だと、ペケロッパだと最近、この CPU をラズパイに入れ替えて、むちゃむちゃ早いペケロッパにするみたいなのがあるんで、そういうのが出てきたときにも、そのため、そいつで動くような、なんかみたいなのとか、うまく、こう、コラボというか、なんか協力してやっていけたらいいなと思っています。とりあえず、ののはきっちり動いているんで、これからも毎月毎月チェックしていきたいと思っております。で、美味しいの広島ということで、広島の話も、ちょっとありますね。オンライン、2020年からはずっとオンラインで、サテライトキャンパス、小石路会館っていう、小井のなんとか会館っていうところに行ったんですけど、2020年からオンラインで、っていうことですね。で、美味しいのに、2011年の神戸の時に開催募集があって、そこからもう十何年でおるわけですけども。オーディオ2とか、あと、USB オーディオ2が動くといいなみたいな話があります。で、広島のいろんな風物がどう変わってるのかっていうのを、ここでざっとチェックしています。で、広島の新しくてホレオにできた、夜間のホレオにできたハードオフがなかなかいいっていう話があるんですけど、いけてません。松本無線パーツは商工センターに移動してから一遍行ったかな。岡山店も移動したっていうのが、あるんですか？よくわかってないです。で、セッションブロワリーっていうところが、ここは移転してないか。北ビールバー、壁の北ビールバーはままやってますね。土日営業、ラクビアがまだで、森はなんか通販で取れるようになってましたね。ビールスタンド重富は駅ビルのところになんかできててびっくりしましたね。あとは変わったのは、ハングアウトっていう、ところが、ビアバーがあったんですけど、これは本川町のところにありますね。セッションブルワリーも、あっちの方、ハングアウトも割と近くのところに移転してて、なんか、おおとか思いました。あとは何かあるかな。あとは、ロペスの2002年の目標が、打率3割5分、56本塁打、160打点っていう記録を確認するみたいなところが。で、オルガン座はうるせえやつらのなんかリメイクというか第2期というか第3期というか第4期というかがあるので、それのファンミーティングが今週とかあるみたいですね。あとヒートウェーブの山口さんのソロのライブがあるっていうのを見ました。四日シネマはマキタスポーツさんの広島公演が10月2日にあるっていうのがあります。で、大手町のサロンシネマはローリングストーンズの昔の一番いい最高の映画でチャーリンズ・マイ・ダーリンっていうのをやるみたいな、超見に行きたい感じがあります。あと、現代美術館が今、工事中で、来年ぐらいまで工事中ですかね。はい。福島の把握しているのはこんな感じです。で、前は2019年までは、まあ、展示したりとか、PLOC 関係が全然できなくなってますね。エミュレーターでできる。あ、でも VX も、PLOCVX もエミュレーターだからできるのか。僕はやればいいだけですね。これは、シンクロスコープを使って展示っていうのはできないですね。これが辛いところですね。はい。で、展示をいろいろとやっております。広島駅発信音楽というか、なんかそういうのも、まあやればいいっていう感じ。あ、さやかのデモ、
やってないですね。エミュレーターの上でサヤカのデモっていうのをやらないといけないですね。ペケロッパ開発者の会っていうのありましたが、XM6i 制作部さんで。で、ラスパイのイメージを作ってて、2019年8月に 8.99.51 が出ていて、ツンズラ来て、9月24日、先月からは ML タームのバージョンが上がったぐらいで、あんま変わってないですかね。あんま変わってないですね。で、ラズパイ2.0。あ、ラズパイの 02W とかは、イアムの V7HF 版で動いています。違いがよくわかってます。あと GPIO 関係の使い方みたいなのが、ポートアームのメーリングリストにいくつか投稿されてました。ディスクイメージつないで、ボコみたいな感じで、やるみたいなところです。で、どこから行きましょうか。EuroBSD カンファレンスというのが、先日ありました。うちの会社の OpenBSD の仕事やってる人も、自費で行ってたっていうのを言ってましたけど、9月の15日から18日ぐらいですね。で、中継あったんで、中継ちょっと聞いてました。ウィーンか。ウィーンであったんですかね。ウィーンであって、マクーシック先生とか、オープン BSD 関連の話とか、アンシブルの話とか、ジェイルの話とか、がありまして、これチュートリアルか。あと、キーノート。キーノートいつも困るんですよね。キーノートを誰にするか問題っていうのが。あってですね、オープンソースクラウドインフラクチャーマーターはどうするかみたいな話で。NetBSD からはニアさんとテイラー・キャンベルさんがあって、時間が被ってるんじゃないかみたいな話がありました。ニアさんが NetBSD10 の話を、プレゼンテーション自体は www.netbsd.org のギャラリーのプレゼンテーションの下にまとめて、あります。ニアさんがやったのは10の NetBSD10 の話で3年かかってるぜ的な話があります。いろいろと変わって、年代ごとに何が変わったのかみたいな話がされてます。スケジューラー、アンドレ・ドゥランがやったスケジューラーの話と UVM の話とか、あとはドライバーのクリーンアップの話、カーネル API の話で、2020年の夏、の話。2020年、AIRP64 の話、ARM の EFI の話、ラズパイ4のサポート。で、2011年の5月だと、オーディットの話、カーネル API の話。DRM のアップデートがこのあたりであって、まだ収束してないぞ、みたいな話。アップレモアのサポートの話、アミロジックの、オドロイド N2 の話、これまだ続いてますね。の話とか GPU のドライバーの話、あと GCC10 に上げましたって話。で、今年に入ってから、クリプトの話、FFS2 の話が、あと Wi-Fi のあたり、DRM やっぱりもうちょっと新しくしないといけないんですかね、みたいな話とかがあります。10に早く上げていきたいですね、みたいな話になると思うんです。デバイスセットアップの話。この NetBSD は、このあたりの話。あと NetBSD の、ミーティング、デベロッパーミーティングみたいなのがありました。これも中継されてたんで見てました。FreeBSD on Open Power とかいう脅威のものがありますね。メモリバリアの話。Beehive の GPU バス3の話。これいつもありますね。OpenGFS の話。2日目は、キーノートコントロール、キーノートの話、NCL の話、DDB のパネルの話。Netflix の、ちょっと話題になった Netflix で 800GB/s シングルサーバーで通す話みたいな。どんどん桁が毎回上がっていく恐怖のプレゼンテーションがありましたね。
インストールバトルもこれがあります、ね、バーチャルネットワークでクロージングって感じですね。で、アジア BSD カンファレンス2023っていうのをやることになりました。3月30日から4月2日までです。場所は、同じ感じですかね。はい。キーノートどうしましょうか問題っていうのがあるのと、まあ、まあ、いろいろありますが、またやりますので、4月の頭ぐらい、年度末.org、年度末と年度末と年度末ですが、まあ、いろいろ予定だけ会場を取って頑張ってやることになると思います。漢字はまたこんな感じになるんじゃないかなと思っております。ユーロの次がポルトガルだったかな？どっかにスギャッターに入れたと思います。OSC は、OSC もいろいろあるんですね。OSC は、この後は、ホール。来月というか今月の末ですが、フォールがあります。これ、BSD のひとときをやります。11月11日に長岡があって、参加者募集が始まってます。これ、現地と中継のハイブリッドになると思います。で11月26日が福岡があります。あとは、関西オープンソースが KOF、KOF があります。関西オープンソースが11月、あれ ?11、12って、かぶってない？あれ？かぶった？あ、かぶった。かぶってるじゃん。どうしよう。まあ、それはそれとして、僕呼ばれてます。前夜祭。前夜祭なんか喋れと言われて、おりますので、なんかやるかもしれません。やらないかもしれません。これ、ブースを作れというふうに言われましたので、ブースの作り方すっかり忘れましたが。行くって言っちゃったんで、行くって言っちゃ、行くことにしました。で、なので、行くことにしました。はい。何も決まってません。協賛が、あ、セミナーね、結構面白いセミナーが。セミナー、中野先生から突然、こう、Facebook のメッセージが来てですね、Facebook のメッセンジャーってなんか、デリートしてたんですけど、入れてやるからよろしくっていうふうにお話がありました。あれセミナー企画がなんかあったのかな、これかな、あれどれだっけ、あれない、まあいいや、とりあえず BSD のひとときで申し込んでいると思います。はい。時間が決まったらまた出てくると思います。はい。とにかく、ブースに関してはシールの在庫がいっぱいあって、展示とか、この状況下で展示をどうすればいいのかっていうのが、全く分かっていないので、とりあえずシール持ってっか、みたいな感じですが。展示をしてくれる筒井さんがいらしたらよろしくお願いしますっていう感じですね。これ平野っていう広島の Perfume がこの間広島でコンサートやって、これですね、この建物が超私好きな
建物なんですけれども、旧広島陸軍被服、読めませんが、なんとか倉庫に。これ大変素晴らしいところで、これ僕が28年ぐらい前にやってた、テクノヘッズっていうメーリングリストの偉い人、野口さん、テクノの偉い人です。あとは、エミュレーテッド FPU のマシンで MPEG-123 で MP3 をデコードした結果が 603E と一致、バイナリと一致したっていうのを石原さんにちょっと、OS の自作は人生の役に立つんだ。素晴らしいですね。役に立っているんでしょうか？謎ですね。28年ぐらいやってるわけですけど、なんかの役に立ったような、立たなかったような、みたいな感じです。あとは、これ OpenBSD の食べたやつですね。なんか、NetBSD 関連でなんかあったら、タグをつけるか、誰かに、アットマーク誰かみたいなことにすれば、拾えるものについては拾えると思いますね。あと、これ、今のカラーのやつですね。アスキーアートのこのカラーのやつを、ちょっとどっかに置いてあって、水さんがどっかに置いてくれたと思ったんですけど、みたいな感じ。これ、まず、カーネルのスクロールの話。これ、88件のスナップショットですね。青山さんが作ってくれたと思います。ドリキャスの AICA、ARM のコンパイルが変だったみたいなのがあって、これはすごかったですね。なんか AICA 関係あるんだと思ったら、そうか、ARM で作ってあるから。あと、電子辞書の中に EMMC の話、人が、これちょっと気にしてるんですけど、気にしてます。日経リニクスがすっげー売れたみたいな話が聞きました。我々ちょっと、うっとか、やってないことが多すぎて、どうしましょうみたいな感じがあります。CPU のコアの世代が新しくなってるんだったら、みたいな話があって、あとシリアルが出るなら、みたいな話がありますね。どんぐらいの環境で動くのかよくわからないですね。あと、Firefox を新しくしたのと、NetBSD i386.1.0 を動かしてみました。バーチャルバージョンで動かしてみました、みたいな。アップグレードを1から、NetBSD の1から順番にやるみたいな。あと、ハーバード大学のプログラム、CS のコースが日本語化されててすっげえいいって感じだ。これちょっと聞いてみたいですね。完全に日本語化されてるみたいな。あと、クライオさんがアジア BSD カンファレンスにまた来るぜっていうところがありました。NetBSD の偉い人ですね。どこで接待するかみたいな話があってですね、海外からのデベロッパーをどこで接待すればいいのかっていうのはいつも悩むんですけども、サイゼリア連れてくと大抵いいっていうのが経験則としてある。物価が違うので、サイゼリア以外だったらどうしようかなみたいな。あとランタンクですね。ランタンク関係とか。ユーロ BSD コントリップレポート。あ、そうだ。これは、ポルトガルで今度やりますぜ。ユーロはポルトガルですね。コインブラっていうもの。ポルトガルのどこだろう。っていうのがあります。あ、これか。これ見てました。USB 関連の話ですね。いつもこう。見ててくれる人が動いているのを見るみたいな話がある。あと、アークの話。どこですかね。あと、今回、青山さん何かあります特にない。10月に向けて頑張る。はい。あ、そうだ。あと、ユーロ BSD コンで栄光について発表してる人がいて、この人、ランニングユニックスに栄光コンピューター。デベロッパーサミットで栄光について、延々と栄光と俺っていうのがあってですね。参考文献。俺が持っているハードウェアっていうのが超強いとか
すげえな、エコンバリバリ、エコン26とか。はい。すげえとか思って、こういう人と仲良くなりたいんです。リスク BSD ってありましたね、そういえば。ARM32、みんな、この、ネット BSD ARM32 から、こう、ラズパイになってるみたいな感じが。すげえとかも。大変素晴らしい。あ、これ。X68000Z ですよ、これ。なんかどうなってるんですかね、なんか変なボードとか突っ込めたりする大きさじゃないような感じなんですけれども、変なボードとかのちっちゃいのを作って、ネプチューンとかちっちゃいの作って突っ込む感じなの。ラズパイ、CPU ラズパイを突っ込むような感じのものなんでしょうか。超楽しみなんですけど。仮にこの ARM のやつで、ラズパイみたいなのでエミュレーションするだけでも、それはそれですごいなと思っていて、これを出すっていう、10月8日じゃないですか。もうすぐ発売じゃなかった、発売ですね。はい。なので、非常に、時間に、なんかよくわかんないうちに時間になりました。はい。以上です。近藤さん、よろしくお願いします。いいでしょうか。はい、どうも、ありがとうございました。はい。まあ、いろいろなイベントが盛りだくさんということであり、これも。はい、もう完全にぶつかってるっていうのは、壁紙大変素晴らしいんで、壁紙作った人に、こう、大変素晴らしいですね。裏番組でその話、多分次の。あ、そうなんですよね。裏でその話ですね。やってると思いますんで。なんか、カンコレの口感じなかった、もう、某軽順みたいな感じのテイストがあってですね。はい。軽順解散とか、軽順解音ぐらいの感じのものがあって。はい。ありがとうございました。はい。ここからは以上です。はい。どうも、ありがとうございました。はい。